先に言われた、やばい。これさ、ストローないと飲めないのでは？行きました。遅刻ユニット加入したんだよね。そうだよ、9月8日の一番暖かい。お見受け出ると思う。え、出る出る、きっと出る。いや、多分出る。いや、割と出る。結構ガチで出ると思います。9月8日の一部はオープニングアクトは3期生の自分とゆいたんとゆうなんでやらせてもらいます。お見送りは出ると思うので嬉しい。会おうね。爆笑皆さん、ありがとう。今日豆乳鍋。おっと、さすがにそれは君に重力シンパシーって感じ。11月は8時半に終わった。ええ、これさ、終わらない説終わらない説。お、黒ケープ買ったの？どうだった？私は黒ケープ進行家なので、内側には1ミリも動かさないというこの熱い気持ちの中生きている。え、太郎さん、花火ありがとう。ああ、イベントの対象になるの花火だけじゃないよ。なんかあのビスのイベントは何でもあの対象なんですけど、あの花火キャンペーンみたいな方が明日までで、だから書いただけです。なので全然何でもありがたく受け取らせていただきます。ちょっと買いました。刺身で一杯最高。刺身食べたい。最近なんかお寿司とか食べてない。グッドラクトエビリオさん、花火ありがとう。自分の配信の起きてられるか心配だったけど起きてた。おはよう。あ、7時半とかでしょ。めちゃもこさん、星花火ありがとう。お詫びのハートがもらえる。うん、もらえそう。わあ、ピスピス、レインボースターありがとう。トゥエンキュー。森潮さん、星花火ありがとう。もう眠いの？何時に起きてるの？わしはでもお昼寝を大量にして約したからね。元気なの今日は。こんばんは、こんばんは。刺身とお造りの違い。え、お造りってなんかあのさ、魚のさ、この顔とさ、この間にあるやつ。かつやんかな。お見送りには名札つけてからお尻スルーしたら呼びといてね。続き聞くだ。あ、オッケー、覚えたか。私は記憶力がいいので覚えていますよ。覚えておきますね。こんばんは。四国推しなんですか？誰が推しなの？それとも普通に香川の民とかね。七並べメンテナンスが長くて。うーん、田中の弘さん、足花火ありがとうね。頭つくよね。可愛く言いながら、自分 AKB フラゲ新規だけど、いちごちゃんいつから？いちごちゃんはアイスのみ CM 新規。同じ人いるかな。アイスのみ CM 新規です。アイスのみの時ってなんだろうね。うん、わかんない。アイスのみってなんだ、いつの時代だろう。アイスのみはなんかビギナーとかやってなかった？違うっけ、なんだったっけ。アイスのみもアイスのみやばい。アイスのみも結構いろんな曲でやってたもん。中学生が見てやってたの初めて。じゃあめっちゃ時間かかるんやね今回。こんばんは。目がいったキャンパスボード届いた。最悪、ついに見てしまいました。届いてしまった。私の足なんかさ、大丈夫そう本当に。あれなんかもう見るたびになんかもう気持ちが落ち込んでくる。私あの足が送られてきた日さ、ゆいなと一緒にいたんだけどさ、泣いたもん普通に。爆泣き何でさみたいな。まあもうね、もういいんですけど、全然どうでもどうでもいいんですけど。あ、生写真ゲットした。素晴らしい。ダイヤモンド言い訳メイビー。トゥ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 メイビーメイビーなのかもしれない。青い空にはこの日とつもない。関西を作る。あ、そうなんだ。アイスのみだよ。ヘタヤの衣装似合ってた。やった、ナムさんの衣装着ちゃった。何新規か覚えてるもんだって。アイスの実が
アイスの実の CM でいや可愛すぎるだろかーいってなった記憶がもう鮮烈にありすぎて、CG あったよね、なんかいろんなメンバーのさいろんな部位をさ掛け合わせるみたいなあったよね。懐かしすぎ、懐かしすぎてピースしちゃう。アイスの口づけ、うんこさん落としたありがとう。あのいちごだ、なんだね、ゆかるんさん。トゥトゥトゥメヒピーメヒピー、うんこの死ねない。ゆかるんさんのイメージあるよね、アイスの。ネモハモ新規、あ、ネモハモ新規なの、え、花だれ新規だから新米、新米なの、新米、お米だね。どういうこと。 STU は、でも STU は本当に最初から見てたよ。そうね、嬉しい。でも花だれ、花だれでさ結構さファンになってくれた人とか知ってくださったことがさ多いって聞くからさ素晴らしいですね。2020年の12月、あ、そうなんだ。え、プッチョやばい、プッチョみたいなやつでしょ。やばい、懐かしすぎて、懐かしすぎて、あのなんかもう、なんかもう意識が飛びそう今。こんばんは。イカレンさん写真集買ってない、じゃあ買って。カマーちゃん、ミラクマさん、ありがとう。キャンパスボード届いた、お、本当ですか。去年も買ってくれたよね、ミラクマさん、ありがとう。ビギナー新規少ないイメージ、あ、そうなんだ。僕らは夢見ているか、未来を信じているか。ビギナー大好きだ。フラワーフェスティバルお披露目新規が強すぎ。私はあの、じゃあ私はあのじゃんけん大会 STU 発足発表新規。いい加減にして、本当に。こんばんは。池ちゃん新規、ありそう。池ちゃんさんのあれだよね、池ちゃんさんのあの分かるよ言いたいことを見て好きになってくれたって方一緒。コウスキさん、ありがとう。七並び新規、あ、そうなの、あ、言っとったね、七並びのカードでって。いちご新規、嘘だ、嘘つくなよ、青木さんやろ。買ってるよね、嬉しい。月木やばい、こんばんは。3分のタイマー懐かしすぎ、やばすぎ。なんかさ、ミーヨンさんとさ、ズンちゃんさんがさ YouTube でさ、なんか昔のグッズ紹介みたいなのしてんの、本当にもうさ発狂しそうだった、懐かしすぎて、うわーって。いちごの推し編、いや、いちご推し編してないから、推し編したこと一回もないから、残念ながら推し編じゃないよ、推し増えだけだから、別になんかそうやめてください、推し編したことないので勘違いしないでください、みんなと違ってそんなことしないから。お菓子がテーマの仮面ライダー、ユミリンさん、ショールーム革命新規、革命新規だな。石波奈美さん新規だな。懐かしいね、ナナちゃんさんの妹さんが一緒にじゃんけん大会。押し笛で、押し笛しただけだし。でも私のマジあの全ての始まりの人物は篠田麻里子さん、篠田麻里子さんだよ。悪い、うわ、そうやって押し返してさ、みんなのことさ悲しませるのやめなよ。押し笛しかしちゃダメなんだよ。そう、押しもし、そっち、もう焦る。STO、マツダスタジアムでビール注いでもらった子がいるじゃん新規、あ、いるじゃん新規なの。あ、この子あれだってなったってこと、すごい。スーパーアリーナの14キレイは最強すぎ、最強ツインテイリアン、さすがに違うか。ちょっと投入していきます。うん、研究生の時絶対大物になると思った Y の眼力、いや Y もだし。こういうさ言い争いさしてるさファンの人見たことある、なんかさめっちゃ覚えてんだけどさ、なんか小学生の時からさ現場とか帰ってたんだけどさ、小学生ぐらいの時にさ、そのファンの人とファンの人が一緒に来たんか分かんないけど、なんか「いや、なんとかちゃんがなんか、まあ、俺が目つけてた」みたいな、
いや俺もみたいな、なんか話してるたのを覚えてる、めっちゃ、ああそうなんだなって思ってでも私も14期生さんが見た時、はい、えこの人ってなったのは奈々さんだった。最初からなんやかんや奥沢で固まったみん、素晴らしい。奥沢と一生を共にするみんね。佐々木ゆかりさん、そうゆかりんさん、サイン持ってるの、すごい。何でゲットしたの、おしましは得意よ。まあまあ、ゆきりんさん腐れん、そうなんだ。マリコ様はもうほんまにもう愛している、もう私のもうあの原点、僕は原点に帰るよ、ララ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 ラって感じ。落としの話題神様やばい、ビューリコね、確かにいろんな方向性があるね。推し編、うわっ、ん豆乳を投入、あ、気まずい。これはちょっとまあ誰でも言っちゃうよね本当だよね、やばい。ゆいりーさんね、でゆいりーさん昔はなんかもう自分が一番可愛いみたいな、なんかあったよね、そういうなんかおもろいやつ。ということは将来的にちょっと結婚してる俺たちという言い争いが、あ、何がどうしたらそうなった。こんばんは、うっち星の花火、ありがとう、ありがとういっぱい、あ、ありがとう。当時次は握手会で新推しを探して、あ、そうなの。シティが初めて総選挙に出場した時のミーヒーさんが持ってたのと同じぐしゃいまで同じ、素敵だわ。マリコ様のヤフオク行ってない、ヤフオクじゃない、ヤフードーム行ってない、行ってないけど行きたかった、めっちゃ劇場で撮ってきた、お素晴らしい。踊るの好きになった、別に嫌いではないけど、元から まあまあまあでも楽しい時は楽しいし、辛い時は辛いアイスのみって感じ、ハピネスって感じ。ギラギラしてる人がね、いいよね、いいよね。会いたかった新規はふう、ごめん、今記憶から消えてたから、今記憶が改ざんされるとこだった、危ねー。久しぶりのリップグロス、あ、そうなんだ、久しぶりのリップグロス。先着特典マリスカメンバーや当時の KB って休み寝る目の暇あったらなさそうだよね。マジスカ大好きなんですけど、ごめん、急にマジスカ大好き女が憑依しちゃった、ごめんごめん。欅坂はどこ新規、欅はどこなんだ。でもまあ最初から見てたんだけど、別にそんなもう熱い思いを持ってたわけじゃないけど、どこなんだろうね。でも紅白出る前ぐらいに紅白出てほしいみたいなの言ってたから、それよりは前なんだと思う。でもちゃんと現場に通い出したのは風吹かぐらいかな、なんかな、自分わかんない。お腹空いてきた、お菓子食べたいよね。明日千秋楽なの、なんだって。ねえねえ、欅坂さんのファンクラブのさ会員証がさあるんだよ、ここにね。これさネームって名前書くとかあるね、これをさ真剣に名前書くやつなんかいないと思うじゃん。おるんよ、ここにちゃんと名前書いてんの、おもろくない自分中学生の自分ちゃんと名前書いてておもろい。うちべい新規キャンパーさん、闇猫さんありがとう、えりこじさんありがとう。乃木坂はね若月由美さんが好きで、も今は橋ルナさんが好き、わかりやすいでしょでマイアンさんは大好きやった、そう、そういうの真面目すぎるやろって思って、こんな人いるんって感じじゃない、中学生の自分。すごい、サインも当たったの、ゆきりんさんの、すごすぎ、天才的やんそれは私名前書かないと向こう、あ、なるほどね、あ、本当だ、署名されたご本人様以外はご利用できません。これ何にご利用するのって話じゃない、そもそも。レカツキ推し、あ、好きです、大好きです、はい、よろしくお願いします。やばいよねこれ、こんなクソ真面目に名前書く人がおるんや。2017年ジュン24でくられた共和国とかでもらったやつかな、なんだろう。乃木坂さんはでもあんまり寄ってないよね自分、
乃木坂さんどこだろう。乃木坂さん、そんなに追ってた記憶がない。可愛いぐらいの感じだった気がする。可愛いし、メンバーは全員名前言えるし、乃木坂工事中とか見てましたみたいな感じは全部見てましたって感じ。でも現場とかはそんなに行った記憶があまりないですね。え、あるのかな、わかんない。なんかもう記憶損失系アイドルだからさ。アマナッタンさん推し、神宮ね、いいよね。なんだ、え、井上凪ちゃん、ゆいなの推しメンよ。公式お兄ちゃん欲しい。公式 お兄ちゃん、公式親戚のおじさんみたいな。公式お兄ちゃんのいるよ、ザマミーさん。あー、なんか新しいのが更新された、皆さんのスキンケア情報が。え、こっちの色なんだ、なるほどね。お疲れ様です。乃木坂工事中の乃木弁、え、あ、待って、え、待って、これ欲しかったやつ、ガチ。あー、うんうんうん、なるほどね。あ、キラキラありがとう。え、もう林瑠奈さん本当に大好き、顔面してる、本当に素晴らしい、本当に素晴らしいと思います。松井玲奈さんね、兼任してたよね。そういうの、あの、元がさ、良すぎて、その、あの、真似するとかいう次元じゃないんですよ、これ。こんなの使ってるんだねって思うだけなんですよ。でも、ね、ブルベだから、奈々さんは多分。ブルベって言ってたよね。ブルベとイエベじゃ、あの、相当変わってきますから、バリ、あの、存在がイエベぐらいのレベルでイエベだから、ちょっと、まあ、参考には、あまりならないけど、まあ、同じの使ってて嬉しいなぐらいになりますよ。リアル兄やばい。会いたかったかもしれない、会いたかった、会いたかった。なんだっけ、キリンさんのやつ、素晴らしい。キリンさん推しの友達とさ、小学校の時一緒に握手会行った思い出があるわ。懐かしいですね。キャンパーありがとう。あ、確定権利ね。うん、みんなの推しメンが発表されていく。コアラさんありがとう。いちごちゃんブルベ、うん、いちごちゃん、あの、イエベの極みみたいな感じかな。なんかさ、あの、なんかさ、今さ、このさ、タブレットのさ、フォルダを開いたらさ、この前これさ、ダンスが覚えられなすぎてさ、あの、レッスンに持ってったよ。なんかそしたらなんか謎の動画が撮られている。これ何、これ誰、サッチーか、これ佐川咲、誰、これは誰、あ、梶原美優だ。変な動画が撮られてますわ。あ、そうなんだ。え、いや、橋本奈美さんが好きなのはもうそんなの聞くまでもないって思ってて、ちょっと発表しなかったけど、どう考えても好きです。はい、あ、花火ありがとう。星と花火、ラブラレルルルレドリバー。でもおかれななさんはラブラルルレドリバー選抜、初選抜だから。ブルベなの、私はイエベ。ハチベスト V さんありがとう。ナナシさん、アツイさんありがとう。花火、私はどこからどう考えてもイエベ人間なのでね。うんうんうん、日向坂の4期生さんに推しはいないんだ。気づく僕だめかの足踏んでるのだろう。各坂道の波がある。おお、確かに、あのヨネさん、組店さんね、うん、知ってる。うち星花火ありがとう。そうなんだ。みよゆずさんね、うち星花火ありがとう。
日向坂さんはね、金村美玖さんずっと推してる。あとひなのさん、ひなのなのさんが好きです。こんばんは、こんばんは、おはようございます、よろしくお願いします。私の写真ホルダーやばい、イニシエの写真が大量に出てくる。これ何の写真、これ何の動画息をする心の里。レッスン前にさ、レッスン室でさ、一人で練習したんだろうなっていう動画が出てきて、なんか涙が出てくる。2023年5月、あら頑張ったね。あー頑張ってるね。うんうん、いい心意気はじめましてって言ったら、なんで顔かけるのって言われたの、やばい、怒られたしね。お寿司とひなのさんは自分の推し稽古として少し特殊。え、お寿司さんは分かるやろ、金村美玖さんは分かりやすいと思っていた。なんなら会いたかったの吉。うわ天才すぎ。去年からレッスンしてたんだ。どういうこと、どういうこと、一人やろ、どういうこと、姿勢悪すぎておもろいかも、この自分。まあこれは公開することは一生ないので、まあまあ、こんばんは。やっぱ写真ホルダーってさ、たまに見返すと非常に面白くて幸せになれるよね。ね、個展やるってね、知ってる、その情報誰かが教えてくれた。松田好花さん可愛いよね。見て、日向坂46、うん、かとしさん、いやそれはミスってるよ、私の推し傾向ではないよ、普通に考えて。可愛いけどね。かとしさんのさ、ドラマずっと見てたよ、最近やってたドラマ。可愛すぎるかとしさんってなってた。私の友達がね、斉藤京子さん推しの友達がかとしさんの推しだったからよく話してた。仕事でマーシー行くの？行けるように祈って、じゃあ、もし通れないって言われたら、北沢いちごっていう名前を出したら通れるかもしれない。トシちゃん、誰もありがとう。これ何の動画？あ、言い訳メイビーか。昔のワンショット動画、お話し会じゃない、お話し会じゃないんだ、握手会か、やばすぎ、やばすぎます、普通に考えて。ピースしちゃいそう、ピース してしまいました。で、七並べは一体まだやってるんですかね。七並べはまだメンテナンスをしてるんですかね。ウィッチへの練習動画見せません。うん、申し訳ありませんが現在メンテナンス中。まあやりたかったのに、やりたかったのに、やらせてよ、うん、賞金300万、すごすごすぎ、人間や。コンさん、星反応ありがとう。よしよっす、星さんありがとう。何周年のお見送られ会の時に撮った動画、お見送られ会ね、懐かしい。お見送られ会とかいうの斬新すぎたよね、初挑戦すぎて。手足もらえるのか、いちごパワーできっと通れる。何時まで、何が何が、私の配信？カズさん、ハートありがとう。ね、めっちゃメンテナンスしてるね、大変そう。確かに8時でワンチャン区切りがあるからね、どうかなって感じで。一体どうなのか、すべてのことに理由がある、無駄にはできない、
様こんばんは。うーん、うーん、一並べたいな。こんばんは。昨日七並べのナンピさん、私もナンピさんと当たったことあるよ。急にわーってなった。ナンピさんってなった。もう七並べしたいのに、こんなに七並べしたい人今この世界に私しかいないよ多分。8時でもメンテナンス中。あーもうじゃあもう無理ですよ、諦め界隈入りますよ。せっかくしたかったのにもう。ここにもいるわ。敵だ、ライバルだ。ライバルだな。さては、七並べしたかった、しようと思ったのに配信で。みんな待ってる。そうなの。こんばんは。そうだよ、ゲームに携わっている皆様に感謝するな。この世界に七並べという存在を生み出した全ての人間に感謝感激。あ、声がね、確かに七並べしたいのに、したいのに。なるほどね、私が並べたい時には長くなるという謎の現象ですか。台湾の恨みと七並べの恨み、そうで七並べの恨みでその二大巨頭の一つ。37のアナピさんのステッカーゲットしたの、すごい。さて俺のご主人は誰じゃ。ヒントは俺つられたつられまくってるか。もう四国に来るということは安住さんですね。これはこれは安住さんですね、確定で。七並べ長いね。ミヤティさんありがとう。大変なんだよ七並べ。でもね、やらないといけないという使命感がありますから。後ろで、後ろとか言うとさ、後ろになんかさ人がいるみたいなさ怖さになるから、本当にそういう後ろとか言うのにさ、本当よくないと思います。後ろに人がいるかのようで怖いですから、本当に。やっほー、気まずいてご。僕らは夢見てるか、子供のようにさらに支配されたくさきちん。右もうやめて、誰もいないでしょ。あのね、もうあのね、配信で画面で映ってるから、もう誰がいるかとかも分かっちゃうんですよ。その見えてるんですよ。はい、後ろ向かなくても。台湾のジュンさんありがとう。巻き屋敷やだ。ジョジはいるよ。でもほらジョジおいで。何もできない、ちゃんとできない、それがどうした僕らは若いんだ。なんかつかありがとう。カメラの向こうが見えるの。え、カメラの向こう見れるよ。一応霊感ないよ。うん、ないと思う。だってなんか前なんかお風呂入っててなんかドンドンってされたんよ。でも誰もいない、一人でね、一人しかいないの。なんかドンドンってされたので、なんかもう怖いとかじゃなくて、なんか普通にはって思って、何やめてくれるって言った。普通にさ、今お風呂入ってるからやめてもらえますかみたいな。であと夜中起きてたら、なんかこの窓のとこからドンみたいな音聞こえたけど、もう今夜なんだからやめてって言った。確かに最近行く現場には必ずあずみんさんがいる。うん、つまりそれはあずみんさん推しということも。それはアズミンさん推しだよ。ほんとにリンゴ食べた。もう食べ終わった。何歳ですか。あ、私ですか。私は19歳ですね。こう見えてどう見えてって感じなんですけど、はい。ハローハロー、こんばんは、こんばんは。
あ、はじめましてだ。はじめまして。瀬戸次郎さん、ハートありがとう。それ僕です。つかさん、ありがとう。やめてやっつって。怒った。ざっくりメール、週何通送ってる？え、私。え？で、なんか最近はさ、あのレッスン期間はあんまり遅れてなかったよね。わしってどんぐらい送ってるんだと思う？みんな、みんな、私はメールをどんぐらい送ってるか教えて。みんな、ミニバードさんありがとう。12歳かと思った。うわー、お大お世辞ありがとう。そうだよね、12歳かと思っちゃうよね。あ、ではない、あ、ないんかーい。あずみさんに期待しかない。それな。んー、じゃあ2556期。いや、そんなわけないやろじゃあ誰推しなの？15通？月3通なわけないやろ。騙されないで。今週13らしい幼い子おじさんが好き。やばい、もう犯罪の匂いがした。今やめてください。こんばんは、こんばんは。会社から帰るので、お、バイバイ、気をつけてね。台風気をつけて帰るんだよ。お、来月撮っています。何時よって。やばい、撮られてるんだ自分はって思わなきゃ。ナナさん見習って7つ送って、7つ送ってって言うけど、あれはナナさんが超人なんだと思う。普通に絶対に無理だもん。そのさ、毎日7つもさ送る内容ないもん。すごいよね本当にナナさんって。なんか凄さがもうさらにわかるもん。ミスティーになってからおかしいもん。そんな7つも送ることないもん。初期はさ7つ送ってたよね自分が。でもさ、レッスンがしんどすぎてもうやってる場合じゃないんですよ。あの、本当に犯罪の匂いがするので、もう絶対に読みません、そのコメントは。そういうのは犯罪行為なので本当にやめてもらえますか。こっちは大人なので、そういったコメントはもう本当に、まあ、スルーさせていただきます。はい。幽霊にだるがらみ、うん、勝てる。幽霊には勝てるよ、みんな。幽霊には普通に、なんて、何って言って怒ったらいいと思う。怒って、何そんなことする、今さ、夜なの、わかる、みんな寝てるのとか言って、あの、家賃払ってとか言ったらいける。最近歌唱力で優勝したあのメンバー、え、それってもしかして岡村リオさんリオちゃんなの。メールがレアな方もいる。15だった。今週15通だった。一並びしたんよね。ハッピーヤッホー。マネコ坊主さん、星の花火ありがとう。チェンチェンジ、チェンチェンジマイ、チェンチェンジマイ、何も知らなくて。エビー仲間、こんばんは。待って、私ってさ、何時まで配信するって言ったんだっけ。8時50分だっけ。あれ、7時50分か。もう七並べ全部しようと思ったのにね、できなくなったから、もう辛いよ。9時がさ、ゴールデンベッドタイムじゃん。やけ9時にできたらいいなと思うけど困ったら、うん、困ったら来るわ。じゃあこんばんは、ヤッホー。やくつ、そう、大リニューアルの可能性もありますからね。こんばんは。無限メンテナンス編始まってるよ。明日リベンジ。ハッシュタグやばい。ハッシュタグ好きなんだ。グレンパさん、星の花火ありがとう。ナナさん、誰もありがとう。生で行くと15つ。いや、もう本当にやめて。そう、難しい。結構かなりの釘を強いられる、それは。僕らは夢見てるか。全てリニューアルされた説はある。私配信終わったらお風呂に入ろうかなって思って。
次の配信までの間に ゲームの本質を変える変更も大革命やん。大革命で死ぬ。修行だよ修行。兵庫から山梨の距離がもし、どういうこと？どういうこと？どういうこと？リオ、リオ。ゆさぐりましたですってどういうこと？ゆうちゃんもお風呂に入るんだね。なんだと思っとるんや。なんだと思ってるの？お風呂に入らなくても生きていける人物みたいな。どんな人物だし。ちぐちゃんもお風呂に入るのね。やばい、ちょっとやばすぎて。おもろい。入りますよ普通に考えて。ひーちゃん暴走している。いつもだよ。いつだってしているよ。血なら飯たんよ。自然と浄化されていく。やばい、もう神聖なるものやん。さすがに神聖なるものすぎてもう、それはもう人間なのか、それも怪しい。最近はひなさん推しになったの。あっちはひなさん推し。ちょっとライバルかな。あ、徳島がお父さん出身じゃん。そうなんだ。ひなさん、私もひなさん推しすぎて、ひなさんの夢を見るんだよね最近。本当にあの夢今思い出しただけでも涙が出そう。のらぴぴさんこんばんは。あのね、みんなあのお風呂を、お風呂キャンセル界隈をあんまり話題にしすぎたら結構あのみんなアイドルはみんなちょっとはーってなって切れ出しちゃうかもしれないから、あんまりそんなに言ったらいけないんだよ他の人に。分かった？分かったかな。みんなこんばんは。人間じゃない説やばい。それをリアルに信じてる人物1名こちらにいらっしゃいました。ねえ、七並べたいよ。まあまあまあいいでしょう。じゃあみんな、ここにいるみんなはあのユニットは四国推しってことでいいですか？みんな四国推しだよね。まあやっぱ私は四国最年少なので。なんか言うねん。英語してる？私が拒否した英語ではないか。別に本当に四国が好き。本当？みんなはじゃあ四国推しってことだよね。みんな言ったね。みんな四国推しって言ったよね。みんな四国推しって言ったよね。言ったよね。温泉じゃないとお風呂に入らない。やばすぎ。どんな世界線。マイカを覗いたら四国推しやばい。みんなは四国推しだよね。みんなは四国推しだよね。みんなは四国推しなんだよ。わかった？違うくないよ。みんなは四国推しってあのもう決まってるからね。今私が決めたから。よろしく。山梨忘れてた。忘れないで。公平な目で見て四国強い。でもチャートにも強いよね。山梨推しやばい。みんなは四国推しということでよろしくお願いします。みんな四国推しって言ったからね。私は忘れないよ。強制、強制。でもこそプリンさん、ハートありがとう。そうだ、俺は四国推しなんだ。そうだよ、存在しない記憶をみんなに送り込んでるから今。あっちーさん、リンボさんありがとう。ユニット全部行く？四国に好きな子が良すぎて困る。葵さん、ゆきりかいちご。え、いちご？うん、素晴らしい。いい判断。うざすぎ。四国面強い、本当。じゃあ私も強いってことで。圧が強くて押せない。じゃあ圧が弱かったらいいってこと。あっちーさん、橋花ありがとう。四国推しだよね。ねえみんな、山梨は四国？違うよ。山梨のどの辺が四国なの？離れすぎやろ。橋花いいさん、橋花ありがとう。山梨四国やばい。どんなこと。四国公演
嬉しい。じゃあみんな全員ここにいるルームのみんな祝福を知ってことでいいかな。数時間後にみんなよろしくね。そうだよ、徳島のツアーが初めてのあれだったね。権力と財力やばい集まっているの今四国に。四国は誰がいるの？四国はあかり、福田あかりさん、谷口真ひなさん、兵藤葵さん、中村舞さん、宗行理香さん、岡田泉さん、北沢いちごさん、株島優香さん、石原優奈さんって感じですかね。四国行きたい。もう四国高知とか行ったことないから行きたいんだよね。肉屋の肉屋、どういうことどういうことどういうこと。返しにココアさんを連れて行ってみた。やばい、どんな。でも返しとか特に何もないですよ。返しはきっとみんな遅刻推しだからね。そうだよね、ねえみんな。たくさんありがとう。タコ神戸文化ホール、そうなの。バチカン四国やばい。どの世界線ひとるん、そっちの四国ね。エッチ星花井ありがとう。四国は葵さん以外全員漏れなくくせて、え、それと私も含まれたの。うん、こんばんは。沖縄めっちゃお腹鳴った今。みんなは四国推しなのでね。みんな四国推しだもんね。四国の瀬戸に変わる、だから 全何ユニット変わるけど、みんなあんまり他のやつは分かんないけど、四国の瀬戸は知っている私は。やった。へえ、いいね。お肉、お肉食べたい。お腹すいた。嘘、お腹すいてない。嘘ついちゃった。まあね、私はやっぱ兵庫やったね。アップ、パワーアップ。そう、四国観光大使なの私実は。みんな知らなかったでしょ。四国のこと勉強してる、してるんよ。こう見えてちゃんとみんな四国推しだよね。山梨の構成みたいな、え、戦国武将ですか、もしかして。戦国武将の方ですか、こんばんは。地元にもできたんだ、すごいね。ピスピスありがとう。9月8日はね、わかんない。なんだっけ、わかるけどわかんなくなっちゃった。ヒロさん、レインボーさんありがとう。まあ分かっても言わないんですけど、普通に考えて。3日連続お肉食べた。もう今日は食べてない。パステルさん、星花火ありがとう。嘘、食べた。今日もお肉食べた。今日とんかつ食べた。とんかつ、とんのかつ食べたから、それはさすがにお肉でした。食べてました。あっちした。星の花火ありがとう。ホイコーロー、うわ、絶対に美味しい。天才的食べ物って感じ。本当に素晴らしいと思います。そうだよ、森姫とまひなさんの夢でうなされる会話だから。 ABCD さん、星花ありがとう。タンクツ食べたよ。 終わったんかと思った。メンテナンスが終わってもね、終わったんかと思った。あー、やっはー、メンチカツいいよね、いいよね。あ、そうなんだ。やけ、四国勉強なう。大好きお肉界隈って感じ。お肉大好き界隈。え、私は最近ひーちゃんのことはハマヒーって呼んでる。ひーたんも森姫って呼んでる。瀬戸次郎さん、星花ありがとう。とんかつとこんかつかけてんのやばい。気まずいな。ノーコメントで。こんばんは。セクゲーみたいになってる。 大変換で死ぬ。森姫とハマヒー、森姫と浜姫。
じゃあひーたんが森姫って呼んでって言ったから森姫って呼んで寝ましょう。コーティーだよー。やばい、今意識が遠のいてた。ひーちゃんのことハマっちゃやばい。大塚さん、もういろいろどういう状況 もう何事ハマチやばいね。あ、森姫はこっちが呼んでるからいいんだよ。森姫って呼びたいなら森姫って呼んだらいいんだよ。あれもしも家庭学校四国観光大使だった。え、じゃあもうそれはあの四国推しですよ、ね。はい、ってことはもう四国推しということで。え、わかる、え、待って、でもわかりそう、待ってね。前の推しが四国だった。え、絶対リンコさんとかやろ。浜ひー、浜ひー、でも浜ひーって結構みんな呼んでるけどね。私は浜ひーって呼んでるけど、みんな呼んでると思ってたんだけど、みんなってあのメンバーね、あの身近な。こんばんは。森姫は森かすに憧れてるから。え、なんでわかるん。そうだよ。え、なんでわかったの今、びっくりした。そうだよ、森かすみさんが好きだから森かすで森ひーって、森姫、森姫って。クーカさんだったら気まずい。確かにクーカさんかもしれない。リッセンさんかもしれない。アンピーさんかもしれない。死ぬももちゃんさんに初披露した。やばすぎる。ガッティーヤッホン。キタチやだ。いちごいちごっていごってゾワしかダメだよ。森姫やばい。話を盛る日、盛る日、盛るってこと。シミサラ、シミサラさんはね。よし、ひめなちゃん森かすみさんに似てるよねってコメントしてくれ。え、そしたら多分喜んじゃうかも。ひいた、めっちゃテンション高くなるから、え、本当って言って。奥、やだやだ、千穂さんかと思った。え、似とるかな。うーん、私は分からん。ベリミ、あ、ベリミベリミベリミ、それひいたんのお気に入りワードとか。でも私はベリミではないので、ベリミになってたらベリミだったけど、ベリミじゃないので。な、好きに呼んでください。あの悪口じゃない限り好きに呼んでいいよ。もう悪口かどうか私が判定します。うん、悪口、悪口じゃないって判定させていただきますね。僕らは夢見てるか。やばい、マジビギナー、ビギナー無限ループ病。ヤッホー、ビギナー無限ループ病にあの、はい、なってます。私はザワーは、でもザワーは呼ばれてたんよ、ガチで。あのあのリアルガチガチ目に、あの、はい、あのね、あの高校の時に呼ばれてた、たまに。あ、中学か、中学だわ、中3ぐらい。シナグリーン車乗ってたの、やばい。手が当ててた、リアルガチ、うん、リアルガチ、本当にやばいやばいよって感じで。こんばんは、こんばんは。ドド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 ド。ザワタピさん、橋花、ありがとう。ザワワ、ザワワだよ。これの頃ゴッティが呼びやすい。え、イチゴじゃダメなん。ゴッティ、イチゴ、あ、まあ確かにゴッティちょっと言いやすいか。おやすみ、おやすみ。イチゴの品種名嫌ですよ。パッケージがダジャレ、やばい。ちょっと豆乳を投入させて、豆乳を投入させていただきます。失礼いたします。豆乳を投入させていただきます。いちご様、やばい、サラピさんみたいじゃん。
ゆいにゃんが日本史助けてって。日本史はダメ、倫理みたいなやつじゃなきゃできません。倫理みたいなやつか国語みたいなやつしかできません。よろしくお願いします。日本史とかも大嫌い人間だよ。一緒飲んでる。そうだよ、あまおコーティーヤッハーですよ。こんにちは。紅茶味、コーヒーをこぼしたってこと。どういうこと。お風呂に入ってたの。倫理とは倫理です。練乳は飲まないやろ。いちご練乳、かき氷だね。かき氷食べたいね。教員免許持ってるのすご。頑張って勉強したんだね。コンプラ？どういうこと？そうだよ、その作戦。いいな、ここにもいる、2人いるから。豆乳に練乳入れるの美味しい。あ、そうなんだ。豆乳に練乳を投入ってこと。教育実習の女子大生に受け渡した男子生徒、あ、わかる、言いたいこと。教育実習生の人とかおったよね。え、先生、質問ありますかみたいな。先生は彼氏いるんですかみたいな。あるあるね。あるあるのやつ。大学の単位取得のためだけにちょっとあれ難しいよね。頭使う。あれを解いた後マジで疲れる。1485年は何があったか教えて。1485年に何があったか知らんがな。ここから先はみたいなやつでしょ。でも哲学みたいな感じだった。1485年に一揆があったんですね。山城の国一揆は聞いたことある。山城の国一揆が起きたらしいですよ、ウクライナさん。らしいですよ。社会得意な人、いなさそう。社会とか苦手。てかもう全部苦手。勉強は苦手。もう勉強という存在が苦手。勉強しなきゃいけないというこの世界に耐えられない。急にやんだ。一気起きちゃいますから、一気はね。誰だって起きますよ。一気ぐらい起こします。打ち壊しますよ。武田信玄も得意。不得意。武田信玄も。武田信玄 NG です。徳島には電車走ってない。え、あれでしょ、機関車みたいなやつでしょ。それ乗ったもん私前、あの時に。何時代。知らない。もう知らない。もう戦国時代。絶対違う。得意科目アイドル。そう。まだメンテナンス中。永遠にそうだね。お疲れ様です。まだ室並べメンテナンスしてるの。長いメンテナンスをしていますね。非戦力は今の自分。あ、非戦力なう。1488年。もう知りません。何があったんですか。もう知りません。少女時代やばい。少女時代だよね。そうだよね。やばい、スンドゥブ食べたい。急に辛いもの食べたい。いやー食べたい。ミルさん、星の花火ありがとう。暗い夢見てるか、何を信じているか。2022年12月18日にさ、マイキューさん×ビレッジヴァンガードのさ、グッズの写真を謎に保存している自分。何なんだ一体。時代は回るんだよ。そうだよね。400回目の方もありがとう。かわいいね、ナナさん。サーロンステーキ、もうお腹すいた。さっきすいてないって言ったのに、すいてきた気もしてきたじゃん。雪国だった。なんかそれあれやん、長いトンネルじゃん。水色魂さん、シーツありがとう。
ぱその時代は一揆が大量に行われていたんですね。僕らは夢見てるか、よ信じているか。そうやって頑張って歌ってる人のことを魔音とか言う人私嫌いなんですよね。本当に NG で、そういうコメント NG で。時代を変えろ。いやいや、伊豆大橋始まらない、ありがとう。一気を勢いで一気、あーちょっと入ってますね。え、機関車じゃないの？煙、でも煙出る系だよね。赤月さんありがとう。在宅に切り替えなう。鉄道の話すると止まらなくなる。え、私のねお兄ちゃんも鉄道ガチ勢だった。しんいちさん、だるまありがとう。伊豆の星の花ありがとう。セーラー服と機関車どうも。え、ミスりすぎ、ミスりすぎなのでは。ウーバー頼んだことあるよ。ウーバーイーツのことでしょう。あるよ、ウーバーイーツ。ウーバーイーツですか。ブラック企業やめて。ブラック企業はもうやめちゃえばいいんだよ。コッティヤッホー。ブラック企業は退職願いだぞ。そうだよ、すべて調べたら出てくるんだよ。みんなも調べて。やばい、マジでさ、高校時代の自分が若々しくて涙出そう。あー、若すぎ。ブラックコーヒー、うん、冗談はみたいな、やめて。こんにちは、こんばんは。やめます、あ、じゃあやめましょう。はい、みんなでやめていきましょう。一気しよう、一気。髪の毛短いね。髪短い女が好きな、そこのあなたたちに。これなんか一回見せたことある気がするけど、見せてあげたいところではあるけど、なんかでもこれモザイクつけなきゃちょっと見せられないかな。なんかもうこう加工すらも時代を感じるよね。R さん、星花ありがとう。ショートだったよ、だってボブボブだったもん。黒歴史の場合はどうした。え、まあまあ黒歴史って思ったら黒歴史だから、いや黒歴史じゃないんだって思い込むしかないんですよ。そういうのがやっぱり大事な心意気だと思います。はい、あ、これみんなに見せたいけどさ、加工しなきゃ見せられないレベル、背景とかが学校すぎて。こんばんは。じゃあこの DD の黒歴史やばい。 DD は黒歴史。はい、そうしましょう。消しゴムマジックで消してやるのさ。あれ、この写真さ、この写真をさ、みんなにさ見せたかったのにさ、見せられないかもしれないっていうさ、まさかの状況になってきている。ゆいにゃん、かやの国知らなかった。知らないよね、普通そんなものは。知らないよね、普通は。知らなくていいんだよ。黒歴史消しましょう。みんな黒歴史はなかったことに。消しゴムよりもっと綺麗に、ああ忘れられていた。なんかスマホのさやつにさ、奈々さんがさ木体に、棋聖さんの木体に出た時の写真が出てきて、なんかもうちょっと発作が起きそう。こんばんは。で、私が見せたい写真は一体どこに行ってしまったの？この写真を見せたいのに、私はもこの写真を見せたいってもう言ってるじゃん。あ、これこれ。来週楽しみなこと？来週って何日から何日までのこと？僕隊と、こんばんこんばんは。ジムラ苦戦した。あ、そうなんだ。サトイさん、星花火、キュウイさん、金魚ありがとう。
これって結構さ学校バレなのかな、まあ、バレてるものにも公開してるからまあまあまあって感じなんですけど、チェックしておこうかなみたいな。あ、これどうやって保存するんですかね。さらわった、え、大丈夫そう、普通に落ち着いて、怪我しないで。9月だよね、やばいね、9月じゃん、9月じゃん。うーん、じゃあ一番漏れてる写真を見つけ出します。めっちゃ時代を感じる。でもこれ反射してさ、怖いね、反射 NG、 反射しそう、反射しそう。うん、3期地元公開系多いよね、なんかみんな全然全公開人間すぎて思う。キヨ兄さん誰もありがとう。花火大会起動車反射しそうで怖いんですけど、これは私の高校時代、高校1年生ぐらい。ああ反射しそうの私ですね。髪が短いですね、この辺だもん。だってやっぱり短いですね。にこやかな表情、それな、にこやかな表情だね。今の方が若い、何歳だと思われとる。どういうこと。ヒロさんレインボースターありがとう。あのこれはさすがに制服すぎて見せられない。ヒロさんありがとう。あ、言うんだか、キャータン、キャータン。うん、髪もともと短い勢だったからね、やっぱこういうのは見せていきたいよね。まだメンテナンス、顔は変わってない。うん、顔変わったら怖いから、別人だからもう。可愛すぎだろうっていうね、高校時代は。なんか懐かしいもんね。やばいよね普通に。比較して。髪の毛はでもね、成人式ぐらいまでは伸ばすから、終わったら切るかもねって感じですよ。普通に考えてそんな感じですよ。あ、なんか頭が痛い、今めっちゃ頭が痛くて無理かもしれない。治った絶対治ってなくておもろいけどね。成人式ね、何着ようかな、何着ようかな、何も決めていないんだな。クラスメイトだったら、そう、来年成人式かいね。そうだよ、お披露目とか見ないで本当にやめてください。福田家さんありがとう。緑、うん、確かにね、昔のやつがあるよね、そういう人。スーツいいね、それあれやん、木下桃香さんやん。いや、なんかかっこいいよね、ああいうのシュッてシュッてなって。でもなんか、なんだろう、自分では何もしてないから、とか前撮りとかいう概念は存在しない。いや、それな、なんか昔はさ48でやってたけどね、あれ夢だったのに夢だったのに復活希望、夢だったのに。ジゴちゃんの世代のメンバーは、ゆきせいがありちゃんさんで、まいはさんも いたけど、まいはさんは卒業しちゃったから、で2期生さんはいないんだよね。一世ももかさんがおったけど卒業しちゃったっけ、ね、いなくて、3期がかなうと私とゆうなんだけ。なあみょんとりさこもおったんかかな。復
活希望。明日も配信よって決まってない。なんか明日のさ、明日お話し会だからさ、時間がさ、あの家出る時間とかいろいろ帰ってくる時間とかがあって、ちょっと考え中です。そう、4人で成人式、4人で成人式。アリちゃんさん、ユーナかな、私、どういう状況。カズミンはね、ユイナと同い年だよ。だから2個下か。カズミンはいないし、もうどこ行ったねん、本当に。帰ってきて、お話しかいね、減ったよね、そう思うと。3期はこの代多かったはずなんだけど、2人辞めてしまったから。つらい、涙が止まらない、涙が止まらない。かすみはいないけどいる。そう、かすみはいないけどいるんよ。怖い、なんかホラーの話してるみたいや。いるけどいないかすみ。うん、そう、くるさんが一個下、くるさんが一個下で、くるさんの代はサッチーとかか、リーチ持ったんか、みさらさんとか。うん、精度がね。それな、みんな帰ってきて、来ないかな、来ないやろ。帰ってきて、みんな、みんな帰ってきて、普通に考えて、普通に考えて帰ってきて。一緒かと思ってたのに、ひどいよ。海で叫ぶ、叫ぼう。七並べは一体いつメンテナンスが終わるんじゃいな。めっちゃ怖い今の喋り方。終わるんじゃいな。どんな喋り方やねんっていうね。これさ、いてて腰が痛くてね。腰が痛いんですね最近。このまま髪伸ばす。成人式終わったら切るかもしれないかな。でもわかんない。もうそれはもう気分とか言って切るかもしれないし。もうね、気分次第です。僕は敵を選んで戦う少年って感じ。とりあえずピースしとく。ヘタジローさん、星花火ありがとう。ありがとう、みんな花火もありがとう。花火のね、キャンペーン明日までだから、ぜひともよろしく。タコパンしたい、普通に考えて。成人式前に切る可能性はなくはないけど、今のところは切んないよって感じ。はんぺんだって、こんばんはグッティーだよ、こんばんグッティーだよ。どうせ取れなかった。タコパンしたか、もうお腹空いてきた。やっぱりお腹空いた。さっきお腹空いてなかったけど、お腹空いた。配信中にお腹空いた、喋ってカロリーを多分消費したからかな。タコ、イカ、チーズ、トウモロコシ。あ、トウモロコシ NG で、本当に考え、トウモロコシとかもう本当に大嫌いなので本当にやめてください。確かにね、子供たちやばい。パイナップルやめて。あのピザにパイナップルみたいな、ピザにパイナップル、酢豚にパイナップルみたいなやめて。ポップコーンとかしなしになるべ。一寸花火、あのミッションとかでゲットできるやつ。みかん、みかんだって。おいしいんか。トウモロコシの絵文字すらも NG レベルなので、ちょっとほんまにやめてくださいな。怒るかもね、やばい。でもなんかチーズは入れる、チーズは入れるし、ウインナーとか入れる、美味しいよね。あとなんだろう、でもキムチとか美味しいよ。かまん、たこ焼きにいちご入れたら美味しい説。でもさ、たこ焼きの 具があるかによるくない。たこ焼きにキャベツ入れたりとかもするやん。なんかそれにもよるくない。明太子は入れる。ソース。
コパしたいね。タコパの醍醐味ってそこにあるよね。僕らは夢見てるか咳が出た。誰がたこ焼き器持ってる？え、なんかでも意外とみんな持ってたよ。私も持ってるし、ひーちゃんも持ってるし、なんかみんな持ってた意外と。ひーたんかな持ってるって言ってたの誰だっけ。バルス、うっちレイモさんありがとう。45分か、オッケー。うん、今日ビスのイベント何日目だ。4日目かな。4日目だけど、あ、明日さ、明日、そうだ、明日のタイムテーブルの話で思い出した。明日は朝配信しないで、あの家出る前に、お話し会前にあのメイクしながら配信しようかなって思った。で帰ってきてしてみたいな感じにしようかなと思っています。 TGC のライブいいねが日本史のクイズ、日本史のクイズと見せかけてみんなに答えを聞いとるんやね、きっと。うん、私も持ってるよたこ焼きの機械。うっち星の花火ありがとう、ありがとうねって思っています。他はなんかあったかな。だからちょっと明日は朝配信なしかな。朝なしで家出る前にする。課題してるって。カーラさん金魚ありがとう。私も後でゆいなの課題する、一緒に。今台風の目広島にあるの怖い。外で遠足をした仕事頑張ろうね。私はこの配信が終わったらお風呂に入るから、次の配信は10時45分からだけど、お風呂上がりだよきっと。よろしくね。ということで、ということでランキング読むぜ。課題手伝うよ、持ち手伝うよ。ランキング読みます。15位がラ、読みます。15位がアシメナナミンさん、14位がミキミキさん、10位がレディースガーさん、10位のチョモコさん、11位ヒロさん、10位ヤマシンさん、9位キャンパーさん、8位瀬戸次郎さん、7位カムリさん、6位ヒロフミさん、5位ウマちゃん、4位マクさん、3位リキヌさん、2位ウチ、1位イケピスさん。ありがとうみんな。まだメンテナンス中なんじゃって。ということでこの枠は一旦終わりますが、ありがとうございます。ありがとう。一並べしようと思ったのにできなかったの、ちょっと辛かったから、今度リベンジします。ありがとう。こちらこそ男女入りありがとう。おやすみみんな、お風呂入りましょう。締めのないサリムスありがとう、ありがとうみんな。次の枠は10時45分から11時15分までです。ぜひ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 応援しに来てください。はい、おやすみ、ありがとう。またねー、またねー、あなた後でねー、頑張ります。夢の中で見る？オッケー。また後でね、またね、ありがとう、バイバーイ。私さ、ランキング読むの早すぎるけさ、48分でいいなって思った。そのいつも3分前読んでるけど。あ、ちいかわ買ったの？ちいかわ？ちいかわですか？さあ寝ずにやるよ。今日はちゃんと起きてますからね。バイバイみんな、また後でね。バイバイ。お風呂ちゃんと入る界隈です。バイバイ。ふん。意外と50分にならない現象がね、また発生してしまっているんですね。手伝ってきてあげて課題。死ぬ。手伝ってきて、ゆいなの。バイバイ。また後でね。バイ。See you. ではでは、また後で。
後で七並べメンテナンス終わったら教えてね。バイバイ。